お一人目の講師は東京大学大学院理学系研究科教授の須藤康先生です須藤先生ご登壇お願いいたします、えー、ご講演のタイトルは一般相対論と天文学です はい、それでは、皆さん、えっと、こんにちは、あの、ストーと申します。よろしくお願いします。えっと、今日は、えっと、一般相対論、特に重力波物理学というものに対する、えっと、お話をするわけですけれども。えっと、私の後のお二人の先生が、まあ、それについて、あの、割と本格的な話をされると思いますので。私は一番最初はウォーミングアップ、あるいは柔軟体操のような話をさせていただきたいと思います。実は、これは、えっと、今から一年後に掲載されるはずの、えっと、高知新聞の紙面なんですけれども。 えっとまあとでお話をしますよう、ね、に私高知新聞に今月に1回連載しておりましてこれは実は8月に私が書いた記事でてっきり今年ノーベル賞をもらおうと思ったのでもう8月にこ準備をしてたんですね。であの非常に素晴らしいキャッチフレーズを思い,思いついて29と 36=62 でノーベル賞とちょっとここあの特許でも申請したいと思うような話をしたんですけどもぜひ、えっと1年後に思い出してですねあのもし誰か使っているとそれはすでに須藤先生が使っているよとあの言ってあげてください。 というのは、まあ、別にして、えっと、あれ、今日の話はこういう、えっと、順番にしたいと思います。いいっかないえっと、まず、あの、簡単な一般相対論についてのイントロダクションをさせていただいて。その後、イン、あの、一般相対論にまつわる非常に重要な、あの、観測結果。その話を、まあ、歴史の順番に、えっと、従って、あの、ちょっとご紹介したいと思います。 もちろん私あの科学地下ではありませんのであまり厳密な話ではありませんがごく大雑把にえっとにそういう時系列についてお話をしていってエピソードを、えっとまあ、交えながら一般相対論が本当にあの、まあ、昨年の重量化の直接観測に至るまでの間にどのようにして定着してきたのかということをちょっとご紹介したいと思っています。えっと、まず一般相対論とと。は何かと これはあのいろんな人があの多分あの考え方がいろいろあって多分違うと思うんですけども私、えっとまあ、あの大学でよく一般相対論のあと学生あの学部の学生に対して、えっと、講義をする時よくこういうことを言っています。で物理学の中にはいろんなあの理論があってそれはそれぞれある特定の現象いろんなものを説明するときに非常に不可欠なものなんですけども一般相対論はいわばそれらをその上に立つような法則の法則であると。 すなわちえっと単にある現象というものをえっと説明するとかそういうレベルではなくてそもそも物理法則とはどうあるべきなのかとそれからあるいは物理法則あるいは自然を記述するのにはどのような表現を標本を使ったらいいのかとさらに時間とは何か空間とは何かさらに重力とは何かまあさらにもうちょっと言うと,えっと対称性保存則ってい割と物理学ではよく使われるような そういうものがあるわけですけれども、そういうものは一体何なのかという割と非常に深い。まあ、ちょっと哲学的な、そういうことにも近いようなものを考えさせてくれる。いうそういう非常に深い、えっと、理論であるというふうに私はよく紹介をしています。で、例えば、あの、よく出てくるのは重力はそもそも力なのだろうかというのが一般相対論の問いかけです。で、これよく見たことあると思うんですけど、ここはまあ、ゴムシートのような方眼紙があって、そこにちょっと。 失点をこう乗っけるとそうするとここが歪んでくるとまさにこれが重力であるということがよく出てくると思います。これ本当に素晴らしい絵なんですけども例えばここにあの小さいあのボールを持ってくると自然にここに吸い付けるとああ確かに中心のところに引かれるじゃないかとでここでこうぐるぐるこう回すとああ確かにこうぐるぐる回ってこんないろんな周囲の運動をするじゃないかと素晴らしいと思うかもしれません。で誰が考えたのか知らないけどこれは天才的だと思います。よく考えるとこれあの大嘘で なんで我々そう思う思かってこれ下,下に全部不重力あるからですよねこいつの先生じゃなくて下向きに重力あるからしかし言われるまで気が付かないでしょで僕も最近まで気が付かなかったんですけどもいかにこれ素晴らしい絵であるかとこれ見た瞬間に一般相対論の本質分かったとでこれはやっぱりこれ素晴らしいだと思うんですけどこれ嘘ですしかしそれは別としてですねアインシュタインが考えたのはあの基本的にはこういうことで重力なんていうのはないと。 それは空間が曲がってるのであるっていうそういうことでやるっていうこれはやっぱり普通の人にはなかななかかか思いつかないつ素晴らじゃあその後にあとに後ろにどういう指導原理があるかっていうあのアインシュタインが考えたことはまあ今では一般相対性原理と言われていますそれは我々はあの物理学の法則を記述すると時にある種の例えば座標形例えば直行座標とかいろんなものを考えるわけなんですけどもそんな座標形なんていうのを世の中に 我々が勝手に考えるものなんであって、どんな座標系で考えても現象は同じであると。したがって、どんなような座標系を取ろうと、それを等しく物理法則を正しく書き下すことができるはずであるっていうのが一般相対性原理。で、我々は普通簡単な座標系のときしか微分方程式を書けないと思っているんですけど、そんなことはないじゃないかと。でもう一つは先ほど言ったように重力ってのは本当にあるのかなっていう話です。で、これ言うのは簡単なんですけども。 これをじゃあ具体的に表現してみなさいっていうとこれはなかなか難しいわけです。でこれを実際にやったことはもちろんアインシュタインでそのおかげとしてよく言われる言葉は物理学を幾何学化したのであるという表現がよくされますで。これはもちろん考え方そのものなんですけどもじゃあそこからどういうような表現があるかと。 えっと、これはいわゆるアインシュタイン方程式でこ,この中では、えっと、知ってらっしゃる方はわ、えっと、かるかもしれませんが知らない方はもちろんこれで全然いいんですけども重要なことは先ほど言ったようなまあ全問答のようなことを具体的に数学の言葉で書き下すことができるっていうところが非常に素晴らしくて先ほど言ったようなことを唱えることは説として出すことは可能ですけどもじゃあお前そんなこと言うんだったら具体的に書いてみろと。で書きました文句あっかっていうわけですねで。そこがやっぱり凡人とは違います つまりこれは標語的にはこれだけではなかなか難しいんですけどもあの左側に来ているのが我々の時間間と空のの性質を送るようなものが来ていますでこの右側にはその我々の時間と空間の中に存在している物質がどのような存在形態であるかっていうその2つがこう来ています。でこの2つが関係するっていうことは大体わかるわけですね。確か,になんか地球を置いたらその周りに重力があるのかこういうふうにゆがんでるだろうなと。 それを具体的式で書いいてて思いっきりここに統合をつけてしまったったていうしかもこんな統合をつけたことがこれからあのまあ,あの,後の講演でも出てきますけどもちょっとそっとなことでは観測できないような重力波なんていうものを予言しそれが本当に存在することが観測できるっていうのは非常に素晴らしいこれはあの僕ももう20年近く一般相対論を教えてるんですけども教えるたびにまあよくぞこんな式が存在するなと。 まあ素晴らしいといいとうのをいつもこれれは簡単させられますであのここでちょっと走りますけども、えっと、これ先ほどのやつの念のためにどういう意味かっていうのを書いたんですけどもこれはまあ分かってる人はいいけど分からない人はこうやられても嫌なだけなので重要なことにはこの皆さんの中にも一部そういうあの変な人いるかもしれませんけども物理学者は大抵これを見て美しいと思うんですよね。 これを見て頭が痛くなるっていう人はあの多いのかもしれませんけども世の中にはこれを見て美しいと思うやつがいるんだと。で美しいと思うやつがいても決していいじめないようにしてくださいね <laughs> 別に狂ってるあの実はこの中にもある,ある種のこの方々がいてこの方は「ああ美しい」と思うかもしれませんけどもそれは私も含めてあのそういう方々は普通ではありません。 そこで、えっと、まず、その一般的なお題目は別として。じゃ、あこれがどのようにして観測して、定着するに至るかって話をちょっとしたいと思います。まずは、彗星の近日転移動、重要なのは。この観測事実というのは、アインシュタインが一般相対論を作る前から知られていた謎として残っていたと。これが、僕、やっぱり非常に重要なことだと思います。えっと、簡単に説明させていただきますと。<laughs> まず。 ニュートン力学とというやつににによると一般に完全に2つの形しかない例えばここに太陽があってここに惑星がある場合にはその軌道は完全な楕円軌道でいつまでたってもこれは動きません。ところがニュートン力学の場合でも外に惑星があるあるいはいろんなそれ以外の効果を考えるとですねあこれすごくこ強調している例なんですけどもその楕円軌道がちょっとずつこうやってずれていくっていうことがわかります。で 実際こういう観測をずっと天文学者がしてですね、地球上から見ると100年間の間に500じゃなくて5000秒ぐらいまずずれるということが観測されたテキストには書いてあるんですけどもところがその5000秒のうちの9割ぐらいは地球自身があのサイサウンド軸がちょっと変わっていると見かけの効果であるということが分かっていましたしたがって残り500秒だけこれ角度です500秒角だけ彗星は近日点移動しているということが分かりましたそれがこのあたりです ししかしさらにそれをよく計算してみると先ほど言ったようにニュートン力学でも地球のあまあ地球水星ですけども水星の外にたくさん惑星が木星とかありますからその影響を考えると実はこの観測値の中の9割ぐらいあごめんなさいあこれはだから理論ですねあ逆に言いましたね。えっとそ,それ以外の惑星の,あの影響を考えると530秒,秒ぐらいゼロはずであるっていうのがこれがニュートン力学の予言です。 ところが実際に観測してみるとですね、先ほど言った地球の歳差,差の影響を除き、本当に観測の残りを見ると、574秒角になります。したがって、1世紀の間に43秒角だけどうも水星の近日点というのがニュートン力学では説明できないだけずれているっていうことがすでにもこの段階で分かっていました。これを驚くべきことです。つまり水星の周期っていうのは88日ですから、400回100年間もあっている、つまり 1>, 1回回ったときに角度にして0.1秒角これこう描けませんけれども0.1秒角しかずれないんですねまずそこまでちゃんと説明できるニュートン力学はいかに素晴らしいことかとでもう一般相対論以前にやっぱりニュートン力学は非常に素晴らしいやっぱりその次の驚くべきことはこういう観測をしたときにですねまあ皆さんもそうだと思いますけれどももとは5000秒なんですよね地球のその影響5000秒の中から最後に43秒1%以下の ズレが来たときにこれは違っているとちゃんとそれを謎であるっていうことを断言する天文学者というの素晴らしいとやっぱり思いますつまり普通1%がズレてもニュートン力学はこう予言したんだからあ,あ僕の観測はこれだけちょっとやっぱりいろんなことがあるしまあまあと言って気がついたらよく一致してましたっていうのが大体やるところなんですけどそうではなかったわけですねでこれはずっと謎として残っていました でそのせいとして実は知られていない惑星が太陽系の中にあるのではないかとかいろんな説が出てたわけです。でそういうことを全く関係なく先ほど言ったように法則っていうのはどういうふうに書くべきなんだろうなんていう哲学的なあの出発からあの点,点から出発した一般相対論が実はこれを見事に言あの説明したわけですね。つまりあの彗星の近似点移動を説明するために作られた理論ではなくて全く違う 一般的な考え方から出てきた理論をこの問題に適用するとそれい見事に説明した。これはやっぱり本当に素晴らしいことです。で、これはえっと一体何をあの意味しているかっていうの、これ私もよくあの学生に強調するんですけども、まずえっといろんな科学雑誌とかなんかにニュートン力学を間違っていると、アインシュタイン理論にとって変わられたっていうけど、それは全く間違いであって <laughs>、やっぱりニュートン力学はすごい。 ここのレベルままでで定量的に物事を説明できるようなな理論んんてはありませんだからまずニュートン理学がすごいっていうことをまず認識すべきであると。でその上でさらにそれを一般化するような理論が来るとそれがピタリと観測事実っていうのを説明できるという意味で我々の世界は法則に従っているのであるっていうこれを実感するっていうのが私がこれから考え,考えていることです。すなわちもう、えっと、ある理論がたまたまま補正をして 修正をした結果いいなんていうレベルではなくて、これはもっと非常に深い意味を持っているのではないかと私はいつも思っています。で、まあこれは世界を法則に従っている。これ何回も言うと、これまあ要は物理教で <laughs>、あのいろんな別の学問の先生からは本当ですかとか、だんだんこう反感を買うんですけども、<laughs> おそらく今日ここにいらっしゃっている方はあの同じ仲間ですから <laughs>、なるほどなと思っていただけるのではないかというふうに思います。 では、えっと、これはその前なんですけどじゃあ一般相対論が発表された後どんなふうになったかという話をちょっとします。という話をちょっとします。という話なんですけども、えっと、これは、まあ、あのお,お客さんに書いてるんですけども太陽がこうにあると。で例えば太陽がなかったら光はまっすぐに来ますからこの位置にあった星というのはこの場所に見えるはずですね。ところがそこに太陽が来るとこのせいで空間が歪み光が曲がるとそうすると。 この光ってどうなっていくか曲がって実はこ実際はですね例えばこの位置にあってこうまっすぐ来て見えないはずなんだけども実はこうヘリを通って見えるとこういうことが起こりますそうすると太陽がある場合には実際の位置はここだとして見かけ上はここに見えますじゃあこの太陽がないとき例えば半年経つとかなんか違うときにこう見るとですねこの本当の位置はここに来ているはずなんですだから半年ぐらい経って 太陽がたまたま近いときとそうじゃないときで遠方の星の位置がどれだけずれるかっていうのを観測するとこの今1.75秒と書いてありますけどこれ一般相対論の予言でこの定量的に一般相対論の予言を観あの検証することができますと言ってもこれ太陽があると実際は本当はできませんつまりめちゃくちゃ明るいのでここに明るいものがあったらこんな星の位置なんかわかりませんそこで たたまたまこういう時に太陽が皆既日食によって物はあるけども光を遮るようなこの月によってそういうものがあるとこのヘリにある星どっちの位置にあるかということを見ることができるじゃないかと。でこれをすることによって何度ずれたら一般相対論が本当に正しいかどうかを検証できるじゃないかっていうのがこの日食を使った一般相対論の検証のアイデアです。でこれをやったのはあの有名なあのアーサー・エリントンっていう 天文学のイギリスの天文学の先生で実は彼は非常にあの広い業績がありますのでエディントンという名前がついたいろんな法則いろんな現象っていうのはたくさんあります。で、えっと、非常に有名なんですけども、えっと、こ,のこれについて非常に重要なことは彼はこれ,これだけまあ非常に早熟な天才なんですけどもこのクエーカー教徒っていうのは基本的には争わないということになってるらしくて第一次世界大戦でイギリスがそういう参戦するときにあの兵役を拒否しました。 で今はまあ日本あのもう英国も違うのかもしれませんけどもこの当時はですねやはりケンブリッジオックスフォードっていうのは国のエリートですから国の危機の時には率先していかなくてはいけないと率先して国のために戦わないようなやつはエリートではないわけですしたがって彼はここで困るわけですねところがその時の,あの王立教会の会長であったダイソンっていう人がこのようなすごい天文学者を先頭用に持っていってひょっとしたら死んでしまうっていうのは この学問にとって非常に損失であるとこれを何とかしろっていうのを内務省にこうあの交渉に行くんですその結果何が起こったかというともしもこの戦争が1919 19年5月29日実はこの時に先ほど言ったことができる日食が起こる時なんですけれどもその日までに終結した場合はエリントンはそこに行って日食観測をしろと でそのの条条件件で兵役をあの免除ししててあげるよっていう条件を得られましたで実際ドイツとイギリスの間にこの半年ぐらい前かなにちょうど、あのー、戦争のお互いのやつが、えっと、休戦になりました。というわけでもうこの段階でエディントを行かざるを得ないんですね。でじゃあ行くと。でその時に日食をこれちょっと見えないかもしれませんけどもその,時その時の日食は一番いい観測できるのは西アリク 西アフリカのプリンスペトっていうところと、ブラジルのソブラルっていうこうい2つの場所、この2つの場所に王立教会は観測隊を送ります。で、エディントはこっちに行くことになったんですね。ところが、これはあのテキストにいろいろ書いてあるので、ちょっと読んでいただければいいんですけども。まあいろんなことがあって、なんせ戦争が終わってもですね。それから、ここに行くまではこういう船に物を作った上に、こういう船で運ばなきゃいけないので、時間がかかるんです。なかなかもう大変で準備もできません。しかも行った時、あまり天気が良くなかったと。 とい,ういろんなことがあってです、ね、実はこのデータというのが本当かどうかっていうことに対しては今でも非常に議論があります。でこの行った後に1919 19年11月に帰ってた時に彼はイギリスの王立天文協会でこの発表をするんですけどもこの発表した時にその出席者の人から本当なのかと実はそうじゃないところでちょうどこの半分ぐらいの値があったデータもあって彼は意図的にそれを無視したとかいろんなことが言われていて本当のことはわからないんですけどもまあ彼は もうここれれをやることが運命づけられていた人なんですよねそうじゃなかったら自分は今のあのその時に戦場に行ってどっかでもう野垂れ死にしてるかもしれないっていう実はそういうことになってましたであのこれはもうそれ以上のことは科学史とかいうことにあるのですけどもこれはピーター・コールっていう割とあの有名な宇宙論学者なんですけどこの,きあのこのことっていうことを書いて彼は、まあ、人々っていうのは 本当は知りたいのではなくて、単に信頼、あの信じたいのであるという、こういう割と名言を残しているんですけれども。実際は、まあ、この結果自身がどうかは別として、現在ではもちろん、これは非常に精度高く。電波の観測とでは、えっと、確認をされています。で、このおかげで、実はけど、アインシュタインは一躍有名になるわけです。これニューヨークタイムズかな、なんかのところで、同じ先ほど言ったことをこう書いてあるんですけれども。アインシュタインの理論っていうのが、そう勝利を収めて、実際星というのが曲がっていたので。と で実際それをアインシュタインに言うと、まあ、12人の人だけが分かる世界で12人で後の人は分からないのであるということをここは書いてますけれどもこれは今ではもちろんこういうことをちゃんとやって、えっと、日本の物理学科の学生例えば、えっと、4年生とか大学院の1年生ぐらいだともう毎年何百人の人が分かるようにはまあなっているわけですね。 だからそういう意味でいろんな理論というのもだんだん時間が経って洗練されてきてちゃんと,えっとどういうふうに教えればいいかっていうのが分かるとなるとあのそういう難しい理論だってだんだんみんなが分かるようにはなります。これはしかしアインシュタインを非常に劇的に有名にしたという非常に有名なこれエピソードになっています。で次に今度は重力レンズっていうこれは。 えっと後であの出てきますけど現在の天文学で非常に重要な観測事実になってるんですけどもそれをアインシュタインが最初に論文に発表したのは1936 19年なんですね。でアインシュタインの、えっと、論文っていうのは1916年ですからなんでまず重力レンズについて簡単に説明しておきますと先ほどと実はほとんど同じなんですね。 先ほどはここに中心に太陽があるとその後ろの星っていいうやつが微妙に地が変わるじゃないかということをまあ申しし上げましたろは太陽ではなくてその太陽の何百億倍とかそういうような質量を持った銀河あるいは銀河団といった天体があるとここにまあこれ星でもまあ何でもいいんですけどあると非常にこう曲がり角が大きくなります。 その結果として、別に日食とかそういうことで関係なくてもこんなところに像ができます。あるいは場合によっては複数像、こことここに同時に同じものが見えてしまう、そういう現象が起こります。で、そういうのをまあ重力レンズの中でもまあいくつかあって、あの異なる像を作るのを強い重力レンズ。そこまではないんだけどもこの形が例えば丸だったものがこう引き伸ばされるものを弱い重力レンズ。 あるいいはそうじゃなくてこの曲がりり角はやっぱり小さいんだけど例えばこの角が仮に非常に小さ,小さい場合はここのののの人はこの2つのものを分離することはできません分離することはできないんだけどもこっちから来たものとこっちから来た光が来るからその本当のものに比べて2倍明るく見えるわけですね例えばこの場合は。でそういう明るく見える増光する現象をマイクロレンズと呼んでいます。で これはいずれも現在は非常に重要な天文学の観測手段になっています。それ、どうしてそれが一千百三十六年まで発表されていなかったのかと。で、原論文をちょっと見てみましょう。それがこれなんですね。これ一千百三十六。これは本当の、まあ、サイエンスっていう雑誌の本当の研究論文です。研究論文の冒頭の段落はこんなことに書いてあるんですね。ちょっと前に。 マンドルさんが僕のところに来たと。でちょっとした計算を出版してほしいと私に頼んだとだから彼のリクエストに応えてこれを書いたのであるとでこのちょっとした論文というのは彼の希望を満たしたそういうものなんですよっていう謎の文章が書かれてあるこのような研究論文は私は見たことがありません。 いや多分あ危ない論文があるかもしれないけども、このようにアインシュタインが書いた立派な非常に信あの信頼できるような論文の時にこの謎の前書きがあるっていうのはよくわからなかったんです。で、まあ一応調べるわけですね。そうするとこういうことがわかりました。このマンドルシっていうのはチェコ出身のアマチュア科学者であるということがわかりました。で、アインシュタインの相対論に非常に興味があって、先ほど言った。 天体からの光が曲がるっていう現象を一生懸命自分で観測をして面白いことに気がつきましたそれはちょっと後で申し上げますで、その時にですね例えばコンプトンとかミリカンとかそういうノーベル賞を取ったような物理学者のところに行って私はこんなことを考えたんですけどどうですかと詰め寄るわけですね非常に偉い人ですで、こういう人たちは大抵あのそうなんですけどもそういう人が来た時丁重にずっと聞いてすいませんちょっと僕の専門じゃないんでっていうふうにまあ言うわけですよね いやあの当然だと思いますでところが彼はそこでは引き下がらずに1936年にワシントンの米国アカデミーの広報部まあ例えば日本の、えっと、日本物理学会の事務所に行くわけですね。でそこに行くとでこんなことをするの私の話を聞いてくれる人を紹介してくれと,とここ偉いですやっぱりアメリカですからね広報部あ。いい人知ってるよとアンンシュタイン よくそんな無責任なこと言ったと思うんですけどもそれだけじゃなくてアメリカアカデミーやっぱりアメリカですからねじゃあ旅費も上げるよと日本物理学会もそれほど太っ端じゃないと思うんですけどもいきなり来てですよニュートリノで面白いことを見つけたんですけど専門家いますかって梶田先生がいます神岡までの旅費出しましょうかっていうこういう話ですよねこれね信じ難いけどこれ事実なんですそこで彼は本当に行くんですよアインシュタイン。 で一生懸命話をするそれが先ほど言ったことにつながるんですね。でところがアインシュタインはもちろん知ってたわけですこれもうずっと前で計算してしかしこんなようなものは観測できるわけがないとだからこんなことを出版しても無駄だと思ってるアインシュタインは。でそれはやっぱりまあ立派なことなんですね。しかしあまりにもしつこいので <laughs> まあしゃあなしに出版するとそれが先ほどの前書きなんです。で しかしじゃあこのマンドル氏は一体どんなアイディアがあったかで単に天体からの光が曲がって2つの像が見えるあるいは明るく見えるなんてそんなレベルじゃないんですよ独創的。それが次の話なんですけども彼はまあ曲がるで実はその時にこういう天体これは惑星上あの天体っていうんですけどこれは実は重力レンズじゃないんですけどもこういう天体本当はねこれはハッブル望遠鏡なので現在非常に綺麗なものなんですけども。 こういうものを見てこれはあ真ん中に天体があってその外側のものがこういうふうに重力レンズによってちょうどきれいな形のリング状になったもんだと彼は思ったんですねで。であもう重力レンズって実は存在してるじゃない観測されてるんだと思っこれが本当だとすると遠くにあった光っていうのはすごく増幅されますね。わかったのの地球の中では周期的に 生物の大絶滅が起こっているこれはある天体がこの重力レンズによって増光したときにすごい勢いで地球上に光が来てそのおかげで大量絶滅とか恐竜もこのせいで死んだんだろうとこれは最新の一般相対論の物理と地球の歴史と生命の起源進化を説明する壮大なシナリオなんですよねこれはすごい私は <laughs> これはよくぞ考えた 残念なながら正しくいけどますあこういう話をとんあのずっと1時間後で聞かされたら「すいません僕の専門じゃありませんから」っていう気持ちは分かりますよねいくらノーベル物理学賞を取った人でも。してもそうなんですでこれは違うんですけど実は現在は同じようなこれ非常に遠方の天体の周りで先ほど言ったえっとその背後にある銀河っていうやつが重力レンズを起こして曲がる。 というのを見えていて、これがこれが本当の重力レンズの絵です。まあそうやって見ると同じなんですよね。これはだからまあこれを見てそうだと信じたっていうのはあながち変な話ではないかもしれません。でいずれにしてもアインシュタインはあの論文を出した後に一番最後にどう書いてあるかというと、これがあの先ほど最初、これさい一番最後の段落です。したがってこの現象というやつを観測するチャンスは あありませんとと顔をいてあるわけですねこれれ学者とししの良心かもしれないでそれだけじゃなくてその時の編集者にあの採択された時にあのちゃんと手紙をつけるわけですけどもそのつけた手紙のところでは「どうもありがとうございました」と「このちょっとした出版に対して感謝しますと」とこれは、まあ、マンドル氏から「スクイーズアウトみイド」だか、まあ絞り出した」ってことですね <laughs> マンドル氏に言われて「やいや」で書いたと。でここにこうが「意味はないです」と。しかしかああのまあ かわいそうな人間をハッピーにさせるでしょうと、<laughs> 結構アイ愛したいもんね <laughs> 言いますね <laughs>。まあそういうこと。<laughs> ところが、まあこれはあの事実なんですけれども、現在はこのまあマンドウ氏があの火をつけたかどうか知らないですけど、重力レンズっていうのは天文学によって素晴らしい活躍をしています。実は重力レンズが本当に多分定着した感想、あこれは間違いないと思われたの、1979年ですので、あの論文から40年後。 40年後にここに2つ A と B という天体があるんですけどもこれはクエーサーと呼ばれている遠方の天体でこれはまあ基本的には中心にブラックホールがあってその外から物が降り積もることによって莫大な光を出していると思われる天体なんですけどもそれがあるせいでこの A と B は同じ天体の1つの天体なんですし。しで,年ですねで 今,今は先ほど言ったアインシュタインリングっていう話ですけどもちょうどそのえっと9対象9に非常に近くてそのちょうど真後ろに星があった時には別に上から来るのも下から来るのも右から来るのも左に来るのも同じ確率ですから2つとか3つとか4つに見えるんじゃなくてこういうリングに見えます。でこれが先ほど言ったアインシュタインリングなんですけどもそれも実はもうたくさん見えています。ハブブル宇宙望遠鏡のウェブサイトに行くとそういうギャラリーがあって 重力レンズギャラリーっていうのが例えばこんなのバーったんなですだから今となってはもうこういうものは当たり前のように観測されていてこれは普通では見えないような遠方の宇宙を見る非常に重要な観測次第になりました。という意味において実はマンドル氏がやったことが非常に多くてこの後お話をする「重力レンズ天文学」っていう新しい分野を切り開く一つのきっかけの論文を嫌がるアインシュタインに書かせたっていう。 すごいこれ鉱石があるんですねそれではじゃあその重力レンズでどんなことがわかるかでここの中に重力レンズがあるのはわかりますか実はこれあどっかの後で出てくるかもしれない私今白内障を患ってましてですね右目で見ると月が大体四つぐらに見えるんですよねだからここに四つ見えるけど本とかどか分かんないんですけど皆さん見えますかねあの。 ちょっとお年を召された方は怪しいかもしれない。若い人がいるから若い人も四つ見える本当だと思うんですけども、これ本当に四つ見えるはずです。これはまさにこの重力レンズ。本当は一個の天体です。ところがここにオレンジ色のこの大きな銀河団の中心銀河があるんですけども、この重力があまりにも強いせいで一つしかないものが像が四つ見えてるんです。これは2003年あまあこのあごめんなさいこの例があるんですけども、本当はここにあります。 だから我々はここで、まあ、これハッブルチュー宙望遠鏡を観測するんですけどもいろんなその、まあ、ぐちゃぐちゃがあるので完全にリングにはなりませんが本当はここにまっすぐこっちに飛んで逃げていこうと思った光が重力が強いのでああれやあれややとこうやっっててこここに曲がってくるんですこれも本当はこっちに行こうと思ったらこの重力に引きずられてあれあれあれって知らないうちにここに来るっていうのが全部で4つ本当は5つあるんですけどもこれはプロじゃないと5つに見えなくて誰でも4つは必ず見えます。で こういういこことが分かるこれはある意味と一般相対論の検証に過ぎないんですねところがこれ逆に考えると今この中心にある天体がどのぐらいの質量を持っているかっていうのは分かりません。ところがこの今先ほどの絵でこれとこれは何度ずれていてここは何度ずれていてこれ観測できますね。この観測事実を再現するるように作ると この中心の天体の質量がわかりますこのところこの質量のこれ光ってますから星の数をいわば明るさからかを推定すると光っている星の質量はどのぐらいかということもわかりますそれはこの重力レンズを起こすために必要な質量の十分の一しかありませんすなわちこの観測をしたことによって重力レンズ現象を見ただけではなくて実はこの中にある天体は 膨大な光っていない質量、すなわちダークマターを持っているっていうことがこの手段によってわかる。これはそれ以外の過程は全くありません。一般相対論は正しいということだけを使うと直接見えないダークマターの存在がわかるということ素晴らしい現象。そういうことがこの重力レンズ天文学で。 わかりますあ実はこれあの私のところの当時大学院生だった稲田君と大栗君っていう人が2003年に発表してこれ姉ちゃんに出た論文なんですけどもその,その時いあのこ,のこの絵はこの発表の後にじゃあハブル宇宙望遠鏡で詳細に観測した時の絵なんですけどもこれがこの1234見える人にここにもう一個あるらしいんですけどもこ,のこういうものが見えていると。だから先ほど申しましたようにもはやこのレベルに来ると一般相対論が正しい正しくないということではなくて。 これが新しい直接我々は知ることのできなかったものを知る手段を与えてくれるそういうところまでこれも格上げされています。あこれ私書いて、私最近がつけもうこれ書いたときは二つだったのに最近四つ見えてくるのでえっと二週間後に手術するんですけども <laughs> まあえっとこれはあのこれはっていうのは私の目ですよこれは本当の銃で皆さんの教訓はいくら見えていようと信じてはなりません。 本当に理解しないと、四つあるんですけども、これは四つあるのが真実じゃなくて、本当は一つである。これは非常に普遍的な教訓であります。で、先ほど弱い重力レンズという話をしましたが。えっと、弱い重力レンズというのはですね、先ほどに比べ、ちょっと難しいです。例えば、これはシミュレーションなんですけども。この中に、いろんな、これは本当の、えっと、遠方銀河の。例えば、あの、お、適当にこう、シミュレーションをばらまいた絵なんですね。 でここに銀河が楕円銀河だとこんなふうにこう楕円に仕上げているとかいうのがあります。でももしも。ここの飛んでくる途中に。非常に大きなたえっと銀河団質量ぐらいの。つまり太陽の質量の十の。十四乗倍なんていうまあ莫大な質量を持ったような天体がもしあると。この後ろにある銀河は形が歪んで実はこんなふうに。変にこうシェル状に見えちゃうんですね。これが重力です。あ弱い重力です。 逆にこの揃い方どんなふうにこんな皆さんが変形しているかということを見ると中心にある天体の質量がわかるとこれ先ほどと同じでこういう方向でえっということとを知るここができますでこれ割とあの有名になった論文なんですけどもさらに言うとこのこの中にこれだけじゃちょっと見えないかもしれませんけどその重力レンズ現象っていうのを使うとですね ここの中見えないところで大体ダークマターがどんなふうに分布しているかっていうのが計算できます。で、この細かいことは省略するんですけど、その観測事実を使うと、この青い分布これがこの中にある重力をやあのやってるダークマターの分布なんですね。一方これを X 線で見ると、X 線で光っているところこの赤いところ。で、これなんかこうずれてますよね。これずれてるってのはどういうことなんだろうっていう。 でこれは答えを言うと2つの銀河団っていうのがあってその銀河団はダークマターとこのガス普通の,あの物質がほとんど同じような分布をしていたんだけどもそれが2つがこう衝突してこれすり抜ける。ですり抜けるとダークマター同士はお互いに相互作用しないので単にこっちにすり抜けるパーッと相手にかんだ。ところが普通の物質っていうのはすり抜けると,いうとこれぶぶつかって。 相互作用すすするのででここですごく熱いい温度が上が上ってきてきなななかなかすり抜けられないだからこんんなとここころにしつつく残っているんですまりれは何を言っているかというと先ほどダークマターって言ったけどもダークマターっていうのは普通の物質と性質が違うんだって単に普通の物質の中で暗いものがあってダークマターというだけではなくて確かにダークマターっていうのは我々の知っている物質とは違ってほとんど相互作用しないそういう粒子なんだということをこの観測が教えてくれます。 これがその、まあ、シミュレーションの例なんですけどもこれは先ほど再現するこれは赤いこの2つがもともとの衝突前にあったような物質でその時にはえっととターがほとんど同じような分布をしていましたところがこう正面衝突してそのうちにこうすり抜けますねすり抜けるときにこの青いダークマターはお互いに何にも相手に無関係にこうすり抜けています右と左に入れ替か,かりましたね ところがこの赤い物質っていうのはお互いに温度を上げお互い衝突するのでこんんなに簡単にはに抜けられませんそうすると温度これがこれ観測事実なんですけどこの観測事実を非常によく説明すると。でこれは単にダークマターがあるというだけではなくてダークマターっていうのは我々の知ってる物質とは違う本当にお互いに何にも重力しか及ばさないようなそういうもんだったということまで教えてくれます。 だからこういうふうに重力レンズっていうのはもうどん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 物理学あるいは天文学の基礎的なものに対する新たな知見を与えてくれています。実はそれだけじゃなくてですね全く予想しないこともできています。これは惑星を探すっていう話なんです。これはどういうあのことを今やっているかというともともとこの偉いのはまあこれポーランドもうなくなりましたけどもプリンストンの先生パチンスキー先生っていうのが、まあ、これ1986年に提唱された話なんですけども ある星をずっと見ていますこれはまあ,あのもう動いちゃってるんですけどごめんなさいね星をずっとこう見ているとそうするとその星の前をまあこれ右と、えっと、逆なんですけどこの前になんか星の前を手前を何かある暗い天体が通り過ぎると今これ逆にしてますその暗い天体を止めたまま逆に星が動くように書いてますけども本当は星があってその前を暗い天体がこう通り過ぎるってこういう本当はそういうイメージです。 そうするとこの時にはそのまま星がそのまま見えますがここの暗い天体がたまたまこの手前を通り過ぎるとここで重力レンズを起こしますただしこの時はレンズ天体が非常に小さいので角度はそんなに変わりませんあこれはちゃんと見えるようにしてますけどもただし観測する時にはこの二つの像があったということは明るく見えますねだから横軸に時間をたとってもしもある星の前をレンズ天体が通り過ぎるとこの 星の明るさが、こうずっと時間的いピッタるくなるはずであると。そうすると、この手前を通り過ぎる。どういう天体かわからないけども、そういう天体があるかないかがわかるじゃないかっていう。で、これは実はダークマターサーチに使われました。で、それはそれで、ある結果を出してるんですけれども。このパチンスキー先生が偉かったのは、その次です。これ一千九百八十六年の論文なんですけれども。 1991年これ後で出てくるの覚えてください91年に彼はこういうことを言いました。実は手前を横切る天体が星であってその星が惑星を持っていったらどんなふうに見えるだろうかとそうするとまず星しかない時は先ほど言ったようにこの重力レンズをちょうど起こした時はこの背景の星がこうやって明るくなります。ところがこの星が惑星を伴っていると2回起こるんですね。これが 最初のメインの星に対してこう明るくなってその後と2回目にこの惑星が通り過ぎる時の重力レンズここにこれを見るとその手前の星というのが惑星を持っているかどうか分かるじゃないかということを1991年,年に提案するんです。こここれはすごいことでなんですごごいことかっていいとととででかう この段階で太陽系以外の惑星に星があるなんて思ってた人は極めて少数派でした。で実際初めて天文学のまあ文光観測っていうんです。天文学的に系外惑星が発見されたのは1995年なんですね。でしかしこの発見に先立つ数年前に彼はこんなことをやれば見つかるじゃないかっていうことをこ提案しているんです。これはすごいことで。 こんななもん見つかるわけないですよね <laughs> よくぞ言ったなこれいやこれ可能性としてはありますよもちろんまずこういうような惑星系があるなんて誰も思ってないとしかも惑星系があったにしてもこれはたまたまうまくいくとこのヒゲが見えるけどもこのヒゲ1日ぐらいしかないのでほとんどの観測では見逃しますだからこんなもの見えるわけないじゃないかと。ところが 実はこういううういい観測をずっっとやろうっていうグループが今世界中であって例えば日本では名古屋大学が作ったモアってニュージーランドに作った望遠鏡があるんですけどもそれを今大阪大学の角さんっていう方があの主に日本のリーダーとしてずっと運営を続けてるんですけどもそれがオーグルってこれはポーランドのグループですがそれと一緒になって実際にそういうものを見つけましたこれ例えばある星をずっと見ています。この2つののつ色は違う観観測所の観測所点なんですけども これがずっと明るくなっていくる。お、これはそのある星の前に知らないけどもある別の星が来たなっていう証拠です。で、それをずっと見てると、会うとき先ほど言った髭がピンとこう出るとか、これこういうものではなくてここにピンと来たっていうことはここに惑星があるっていうそういう証拠なんですね。これが2003年でこの重力レンズ現象を使って初めて。 太陽系外惑星を見つけたのはこの観測です日本も一緒にここに入っていますで、先ほど言いましたように初めて系外惑星が発見されたのは1995年なんですけども全く違うメカニズムであの原理で発見されたのが2003年で今では多分これ50個ぐらいは見つかっていると思いますだから重力レンズは単に 物理あるいはダークマターということではなくて我々は全く知らなかった太陽系外惑星を見つけるなんてそういうことにも使われていてそのせいで今これはアメリカの将来のミッションなんですけども将来どのような観測をしていって系外惑星を見つけるかというこういうまあロードマップなんですね。その中にまあこれ非常に有名なハッブル宇宙望遠鏡これは汎用望遠鏡なんですけども。 これはあの惑星の性質をを決めるというこにに非常に重要な役割ししましたその次スピッツァーっていうのはこれ赤外線衛星なんですけどこれもえっと汎用の望遠鏡なんですけども惑星の新しいものを見つけましたでその後これはケプラーこれは境外惑星星の専用衛星ですお気になった方がいらっしゃるかもしれませんが2009年に挙げられて現在このケプラー衛星だけで約5,000個の太陽系外候補 そののううち2000個は別の観測でで確確かに境外惑星であるということいこが確認されていますだから太陽系外惑星を探すものに行って革命を起こしたのがこのケプラー衛星っていうもの。で2年後に上がると言われているのはこのテスっていう衛星でこれはアメリカの MIT が主導するんですけどもこれは割と近傍にあるようなもっと我々ね地球近いようなところにある星をの根こそぎ全部見てやってどこに何があるかっていうのを見てやろうと。 でもし近いあのこのケプラー衛星は残念ながら非常に遠いところにある星しか見ないのであったとしてもその後それ以上の,あの観測はできないんですけどもテス衛星は近くのものから滑ってあの落ちこぼすあの取りこぼすことなく観測するのでそこに何かあるとじゃあ次どうするかっていう計画になります。JWST っていううののののはこのハブル宇宙望遠鏡のその次に来るようなススペースの えっと巨大宇宙望遠鏡なんですね。これは汎用望遠鏡ですで、その後にこれお金がついてないから、こういうのダブルファーストっていうのがあるんですけども、このダブルファーストっていうのは先ほど言った。もう重力レンズ現象を使ってどん,どん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 惑星を見つけようっていうのが、この次のミッションで、これもまあかなりの確率で多分実現するというふうに思われています。このように全くアンシュタインが考えていなかったところに全く信じられないような幅を見。あのまあ見せていくと、それが一般相対論と天文学の関係なんですね。 で、そうするまああの時間にまあなってきますので、私は重力案については後のあのお二人の専門家に話を譲りますので、2010年に起こった私の関係したことをちょっとだけお話をしておきたいと思います。これはあのもちろんこれ20えっと今年の2月12日の金曜日、これにえっとまあ日本でも東京大学でもやりましたけれども、アメリカで世界的な えと記者会見の発表が行われて重力波の直接検出に成功したんだとでこれは東京ではだから号外が配られましたこれもう世紀の大発見ですからね素晴らしいとで先ほど私えっと申し上げましたけど私高知新聞で連載をしているのですけどもその時の高知新聞のを見ていただくとこうなっています。 素晴らしいですねちなみにこれ必ずここにマスコミの方いらっしゃるかもこれ何を書いても必ず宇宙誕生なんずで迫るんですけども <laughs> これこれ嘘です <laughs> はっきり言って <laughs> いや無関係とは言わないけども別にこれ何でも必ずヒグス粒子を見つけようと何しようと必ず宇宙誕生なんぞでこれはよろしくない先ほど言ったように人をだましてはいけないという例なんです、まあ、けどコーチ,チームは善意です。で 最近世界を揺るがすような大ニュースっていうのがこれ以上にあった英国の EU 離脱トランプあの時は何が起こったかというと我々が知っている首都圏あるいは我が誇る高知県のようなリベラルで教養の高い人が住んでいるところが世界の全てではないと。 私指導教員がこれ録画してるんですよねまあいいんですけど私の指導教員は佐藤勝彦という立派な先生なんです。彼はは香香川川県県出身なんでです香川県はどうであったか <laughs> 私はこれを見た時にですねあなるほど我々は確かにいつもこの皆さんもそうですけども一応教養が高くて素晴らしいやっぱり重力が見つかったと。 食い物ななんんかかいいいいじゃないかといや違います香川県ではちょっとここにありますけどもかけうどん円安い <laughs> 安いけども重要なのは3.2円値上がりしているぞとこれは真面目に考えるとこれですよね我々は本当にそういう人たちの気持ちをちゃんと分かっているのかと私大いに反省しました重力が見つかったと参ったかといやそうではないやはり 人々のの幸せっていうのはどこにあるかっってていいいいうううのを考えなくてはいけなくははけけというふうに私はまあ思ったわけですそれでえっと実はあのこれなんですけどもこれは幻のっていう先ほどお見せしましたようにしかしそれでも私は8月には絶対ノーベル賞だと思ったのでこの 29+36=62 っていうのは皆さんあの後の話でも出てくるしご存知だと思いますけども太陽の質量の29倍のブラックホールと36倍のブラックホールが衝突したと。 その結果として一個のブラックホールがろん六十二というブラックホールができたと。でこの総数と二十九足三十六は六十二ではない。一応高知県人があの騙されてはいけないと思ってクエスチョンをつけてるんですけども、まさにこれがイコールじゃないはずなのにイコールになったっていうところがこの残りが重力のノーブルなわけですね。で私はこれは非常に先ほど言ったように気に入ってですね使おうと思ってました。ところが残念ながら今年は違うものになったので。 今年はどういうふうになったかというと、これが本当の記事です。はい。二十九た三十六以降、六十の発見と、まあ、こういうふうにちょっとだけ書いて、これは本当に工事新聞に出ました。しかし、来年、先ほど、あの、言いました、一番最初に見せましたように、来年にはぜひ。これと同じ、ノーベル賞という、そういうものが来るということを、実は期待しているわけでございます。 でそれについての詳細な話はこれから後のお二人の方がいろいろ言っていただけると思いますそこで今現時点でのまとめこれが一番最後でありますまず一般相対論というのはですね実は私本当に好きで学部の時から一生懸命勉強したんですけどもその時にえっとある非常に有名な内山良友先生と一般相対論教科書の前書きにこういう文章がありました一般相対論は長い間対山迷度ネズミ一匹の理論と呼ばれていると これだけ大げさなすごいことを言っときながらほとんどちょっとしたことしか観測できなくてほとんど無視してもよろしいと。でしかし私が今いろんな細かいエピソードをご紹介したようにもはやそういう時代では実はない,いまずまあ一番重要なの世界を法則に従っているっていう話を、まあ、あの言いましたけれどもそれはまあどっちかというと哲学的な観念的な話なんですけれどもそれではなくて本当に役に立っている。 役に立っているというのは先ほどご紹介しましたように天文学ではダークマーターがあるとでダークマーターがあるだけじゃなくてそそのの分布ももかかるしし性質も分かりましたおそらくこれからダークエネルギーが何であるかとこういうことについても分かるでしょう。全く違うところで太陽系系外惑星系を探すといううころににににも非常に役に立つようになっているでまさにこれからあとの重力波の話だと宇宙はブラックホールで満ちているんじゃないか宇宙の中にブラックホールがたまたまあるんじゃなくてひょっとしたら 我々の宇宙は見えないだけでブラックホールだらけなんじゃないだろうかなんていうことがこの一般相対論を使って今観測できるようになりましたで重要なことはこれはもちろん一般相対論っていうのはそういう理論の話なんですけれどもその科学の地平のがどんどん先が見えてくるっていうのは本当に驚くべき技術の進歩に刺さられていますだから非常にいろんなところの技術が進歩したおかげでこういうものが見えてきた でアインシュタインでさえこんなものできないなと思っていくことが今や当たり前どころか大学院生が毎日日常茶飯事に観測するそんなことが可能になっているという時代になっていいままししたた以上ですどうううもあありりががととごござざ先生いました。